アメリカの航空機大手ボーイングの労働組合は4日、会社側が提示した4年間で38%の賃上げを柱とする新たな労働協約案を承認しました。これにより、9月から2ヶ月近く続いてきたストライキは終結し、6日から生産が順次再開されます。ただ、この労働協約では、 賃上げのほか1万2000ドルの一時金支給なども盛り込まれており会社側にとっては今後、こうした人件費の増加が重荷となりそうです。